うむ、今日も天気がいいな、わっしょい。煉獄。あ、鬼仏寺無惨。煉獄、お前最近赤座と仲がいいみたいだな。仲がいいだと？仲は良くない。だが、赤座が鬼になる前の状態だったら、もしかすると仲良くなれていたかもしれない。そうは思う。赤座は俺様が先に目をつけていたんだ。あまり慣れ慣れしくするな。なんだと？赤座は鬼になってすごく不幸になった。鬼仏寺無惨、お前のせいだ。いや、俺の方が赤座のことを大切に生きる。いや、俺だ。俺だ、俺だ、俺だ。うぅ。こうなったら、塗り絵対決で勝負だ。今から、俺と鬼仏寺無惨が赤座の塗り絵を塗るよ。動画を最後まで見て、どちらの塗り絵の方が上手か、コメント欄で名前を書いて教えてほしい。俺様の方が上手だったら、鬼仏寺無惨、無惨様と書いてくれると嬉しいぞ。俺の方が上手だったら、煉獄さんとコメント欄に書いてくれ。それでは、塗り絵対決スタート。まずは、俺様から赤座の塗り絵を塗っていくぞ。赤座の塗り絵スタートだ。こいつの髪は何色だったかな。赤座というぐらいだから赤が似合うだろう。きっとこんな色だった。顔のこの部分も赤だったんじゃないかな。ね、いい色だ。うんうん、いい色だ。赤とあとは黒があるとかっこいい、うん、眉毛を俺様と同じ黒にしてやろう。確かこんな色だったよな。よく似合ってるぞ。まつげは何色だったかな。紫だったかな。紫でまつげを塗っていこう。とてもいい色だ。素晴らしい。目は黄色だったか。顔の色を塗っていこう。こんな感じの色だった。なんかちょっと白っぽいような色だった気がするけど。どういう感じかな。何色だったかな。こいつの服赤赤座だから、いろんな赤の色にしてやろう。体にも色がついた気がするな。青だったかな。お、ここ塗り合わせれば OK。よし、赤座の塗り絵出来上がりだ。なかなか上手にできたんじゃないか。やるな、鬼仏寺無惨。次は俺が赤座の塗り絵を塗るぞ。よし、赤座の塗り絵塗っていくぞ。戦ったことがあるから、こいつはとても強いやつだとは理解してる。それを誰かをやっつけることではなく、人を守るために使ってほしかった。それはそう思う。顔は
赤座の出来上がりだ。どうだろうか、上手にできただろうか、上手に塗れたと思ってくれた人はコメント欄に煉獄もしくは煉獄さんって書いてくれると嬉しいぞ。俺様のこの赤座の絵の方が上手と思ったらコメント欄に鬼舞辻無惨もしくは無惨様と書いて教えてくれ。赤座の赤い部分を思いっきり強調した絵になった。どうだ、うまいだろう。俺の描いた赤座の絵の方が上手と思ったらコメント欄に煉獄煉獄さんって書いて教えてくれると嬉しいぞ。赤座の色を忠実に再現してみた。みんなのコメント待ってるぞ。鬼舞辻無惨と煉獄塗り絵対決、今日はこれまで。みんなのコメント待ってるぞ。それじゃあ今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。ソグームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画、いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも